年草キャベツの変種の一つ。別名は、姫観覧、この地観覧。普通語で、シュードブリュッセル。原産地は、ベルギーのブリュッセル近郊とされる。低温、高湿度の環境と親和する。芽キャベツは、小さい品種と高く伸びる品種の大きく2種類に、大別される。蝶芽に玉をつける、普通のキャベツとは異なり、即芽が玉になる。 小さな品種は高くとも0.6メートルほどまでしか伸びず、逆に大きい品種は1.2メートルほどまで伸びる。茎の側面に直径3から4センチメートルの小さなキャベツが50から60個つく。キャベツは若いうちはナッツのように甘い香りを出すが、成長すると他の油中の野菜同様苦味を出す。ビタミン C を多く含み、柔らかく茹でてシチュー。 和え物、煮物、バター炒め、サラダなどにする。過食部 100g 中の成分は、エネルギー 50kcal ロロ、水分83.2%、タンパク質5.2%、脂質0.1%、炭水化物9.9%、海分1.1%である。イギリスでは、メキャベツはメントリなど、肉料理との付け合わせにされることが多い。ベルギーでは、 皮を剥いた栗と合わせて加熱する。1990年、ケールとの交配により結球しない品種が、静岡県で開発され、プチベールの名で販売されている。シニグリンも含まれている。芽キャベツの栽培が始まったのは、比較的近年である。18世紀末、フランスやイギリスの菜園で栽培が進み、アメリカでは1812年に、 トーマス・ジェファーソンが栽培を始めたことを契機に19世紀初頭に普及した。急速冷凍の方法が浸透してからは、冷却野菜として市場での需要が上昇することとなった。野菜の博物学134ページ、野菜の博物学136ページ、世界の食用植物文化図鑑173ページ、野菜350グラムは、 本当に体にいいの食生活の嘘ほんと。フライデーデジタル。2020年11月27日閲覧。ありがとうございます。